ガッサンチャンネルです。今日はですね、僕の生まれ育った西小屋、尼崎の西小屋のですね、児童会館にですね、ジャグリングを教えにやってきました。今から直接潜入していきたいと思います。それじゃあカメラさん、集会室に何やら子供たちがいる模様です。じゃーん、皆さんこんにちは。こんにちは。あ、こんばんはだった。あ、こんばんは。こんばんはだった。まずこれ練習して、まずこう、まずこう持つ、こうじゃなくてこう、こう、ハの字に持って上から見て、ハの字にして、で、まずこう。で、叩くところは真ん中から、ちょうど真ん中。真ん中と端っこの真ん中ぐらいを、一つずつやってもらうんだけど、記憶を塗り替えていこう。例えば見て。1、2、3。これ今3か、記録3。で、順番にやっていくから、この記録を塗り替えるように頑張ってみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、結構できるね。で、こう立つ、そうで、結構立っててこうなるとあんまり良くないんで、まあ、ちょっと角度をつけて寝ていく。ちょっともうちょっと、はい、もうでも結構筋はいいです。いい感じ。ちょっとはいはい。そうなんや。あのさ、じゃあダンスじゃないねんけど、リズム覚えてくれるみたいな。これ手拍子みんなやってきて、せーので、うん、それ覚えて、そのスピード覚えて。できてない人のリズムってこんな人できへんやん。たた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 た、必然的に待つやんか。やってみて。た全然違うやん。たたたた、もうちょっといく。はい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 。お、プロや、プロ。お、いいね。よし。あ、そう。これからも日常生活それで過ごした方がいい。何ですかってこう、ずっとこう。おい。大事なこと聞いて。ジャグリングって、まあ、てか野球でもそうやねんけど、間違ったやり方、間違った形やったら、それ練習になれん。何の練習でもない。プラスになれん。それするぐらいやったら難易度を落として簡単にして綺麗な形を練習した方が練習になります。野球でも何でも勉強でも。だから、あの、むちゃくちゃするんじゃなくて、あ、じゃあ先生が言ってるようにやるんやったら、これつけたってできるやつ。簡単にしてください。タンタンタン、1、2、3、タンタンタン、1、2、3ができた人が次に上、肩で上、肩で、ここで失敗した人はまたここに戻ればいいから、下でやる。ここでみんな今笑ってるけど差が生まれるよ。わかる？できてきて、この中で4人できてきて3人できへんかったよ。計算がめっちゃ寂しい気持ちなんで、今ふざけてるよりもしっかりやって誰よりも早くできた方が気が楽やで。わかる？いきなり難しいことしなくても、覚えてて、間違ったら簡単なやり方をやるっていうことを先生が言わなくても自分たちで考えて、よし、簡単にしたらいいねん。これ覚えて、キーワード、簡単にしたらいいねん。言ってみた方がいいよ。簡単にしたらいいねんって言ってみて。簡単にしたらいいねん。そうやな、めっちゃ関西の子やな。間違ったら簡単にしたらいいねん。はい。間違ったら簡単にしたらいいねん。カメラに言ってみよう。間違ったら簡単にしたらいいねん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 。ハッサンかっこいい。ハッサンかっこいい。ハッサン最高。ハッサン最高。誰がおっさんやねん。OK です。頑張って。今撮ってるよ。今撮ってる。いけ。落とすなよ。おー、ナイス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 。これパニクルのライブでやったんだよ、昔。ということで、向こう北小学校のみんなとフラワースティックやりました。みんな今日フラワースティックやってどうだった？楽しかった。ほんまに？さっきまでなんかもうみんな疲れてたやんか。もう一回聞くよ。カスタントのフラワースティック楽しかった？じゃあまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。